はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。私がね、物心ついた時のですね、日本の総理大臣は佐藤栄作君、どうでしょうね、6、7歳頃でしょうかね。今から53、4年前、ですね。でアメリカの大統領はニクソンやったんです。はい、そのニクソンの話でございます。50数年前、叫びたりで、精神状態不安定のニクソンは叫んだ。核のボタンを持ってこいと。古今東西知られざる権力者たちの衰退ということで、僕は権力者の衰退といえばエリツィンが一番好きですけどね。行きましょう。1960年代、これ JB プレスの記事でございます。1960年代は世界が大きく変わった時期だ。うにゃ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 。ニクソンはジョン・ F ・ケネディのライバルだった。年齢はニクソンが4つ上だが、いずれも1946年に下院に当選。上院の当選もニクソンが1950年、ケネディが1952年とほぼ時期が重なる。そして2人とも大統領にまで上り詰めながらも、任期途中に大統領の職を離れざるを得なかった点も似ている。ケネディは暗殺され、ニクソンはウォーターゲート事件で大統領では初めて任期半ばで辞任に追い込まれた。ちなみに金満一家のケネディと違い、ニクソンは南部の雑貨商の息子だ。議員に当選する前は弁護士で、日本の三井物産とも関係が深かった。ニクソンはウォーターゲート事件の印象が強く、ヒールとして描かれがちだが、外交面の実績は大きい。泥沼化していたベトナム戦争からの撤退、冷戦下におけるソ連とのデタント、中国への電撃訪問など、歴史に残る決断を多く下した。ただし、一歩踏み込んで歴史の裏側を覗いてみると、この決断は関係者の多くの涙ぐましい努力によって導かれたことがわかると。彼はヘンリー・キシンジャー大統領補佐官をヒットに、このヘンリー・キシンジャーってまだ生きとるんですよ。100歳ですよ。100歳でまだ生きてて、まだこいつは究極のパンダハガーですよ。ほんまに。をヒットに有能な側近に囲まれていた。キシンジャー氏はニクソンを本人の前では持ち上げまくったが、ものすごい変人、実に不甲斐な男と評し、狂人飲んだくれの友人とまで呼吸を下ろしている。ニクソンもキシンジャー氏をサイコパスと軽蔑したが、覇権国家を目指すという理念だけは共有していた。ニクソンはシラフの時から狂人ぶりをいかなく発揮していたが、酒が入ると手のつけようがなかった。泥酔し、無謀とも言える攻撃命令を出すことも少なくなかった。例えば1969年4月、ニクソンは核の使用命令を出している。北朝鮮が米電子偵察機を撃墜し、米兵31人が死亡したことを受け、軍制服組トップの統合参謀本部議長に北朝鮮への核爆弾投下を命じたとされる。やっといたらよかったね、ほんまに。そしたらもうちょっと早くですね、南北統一できたんちゃうの。しかしキシンジャー氏が大統領が酒に酔っていることを統合参謀本部長に連絡し、明日の朝まで待てと作戦実施を覆すように要請して、悲劇は回避された。ニクソンは核をすぐに使いたかった。そうだった、知らんかったほんまに。ベトナム戦争の旗色が悪くなった時期はその姿勢が顕著になった。1972年の2期目の選挙を控えていたこともあり、大統領選の敗北を避けたいニクソンは核爆弾を使うことにためらいを見せなかった。サイコパスキシンジャーですらニクソンの指示には困惑した。発電所も港湾も攻撃しないと。そうだ、堤防も忘れてはいけない、みんな溺れるだろうか。ニクソンに尋ねられたキシンジャーが、2万人くらいでしょうねと答えると、違うったら違う、核爆弾を使うんだよと説明され、それはやりすぎじゃないでしょうかとキシンジャーがためらいがちに切り返すと、核爆弾が心配なのかヘンリーって、でキシンジャーですね、で頼むからもっとでかく考えてほしいなと言い返してしまった。
オリバー・ストーンが語るもう一つのアメリカ史もうちょっと行きましょうか。あれ行かへん、もうちょっと行きましょうか。核兵器を使うことがでかいことなのかわからないが、この過激さがニクソン自身を追い詰めることになる。ウォーターゲート事件も結局はニクソンが核兵器を切り札に北ベトナムを黙らせようとしたことがきっかけになった。その事実を裏付ける文書の公表を恐れ犯罪行為に手を染めてしまったのだ。実行してしまった計画もある。1979年4月にアメリカ軍と南ベトナム軍がカンボジアの侵攻を始めるが、69年ちゃうの、ニクソンは酒を煽って大好きな映画パットン大戦車軍団を見て気持ちを高揚させてゴーサインを出した。冗談のような話だが本当だと。いや、1979年にもニクソンは大統領ではなかったと思うんですよ。はい、まあちょっとここは誤植でしょうね。1ページ目貼っときますね、これね。途中若干飛ばしたりしてますけど、まだこれで、まだまだあります。しかしニクソンでこんなになんていうかこう危ないおっさんやったんですね。いや、ウォーターゲート事件というのはですね、民主党本部を盗聴したんですよね。それがバレたんですよ。それがバレてですね、でニクソンはもう辞めたんです。途中で降ろされたんですね。まあだから任期途中でですね、暗殺によらず任期途中で辞めた最初の大統領で、今までニクソン以後も出ていませんね。まあはっきり犯罪まがいのことでした。大統領の犯罪と言われましたね。まあそれで、お辞めになってからはですね、弁護士として割合弁護士としても優秀らしいですよ、この人は。でもう確かお亡くなりになってるはずですね。キシンジャーさんが100歳でそれよりも若干お年だったような気がします。非常にヒール、つまりアメリカの歴史上悪役です。だからダメだった大統領ってあげたら必ずですよ、この人上がってくるんですよ。ケネディのですねライバルなんですね。まあただ日本とはですね悪くなかったような気がしますよ。沖縄返還の時はニクソン長男かなという気がします。非常に実際的な人なんですよ。ただしそんな酔っ払いとは知りませんでしたね。最近の大統領ってバイデンは少し飲むかな、トランプ飲まなかったでしょう。お酒飲まないというイメージが強いですね、最近の大統領。クリントンは飲んだんか、オバマ飲まなかったんじゃないですかね。泥酔する大統領っていうイメージが私の中にはないな。だから安倍さんがですねアメリカ行ってですねトランプと飯食うてもですね酒飲んでんのはアーケーちゃんだけらしいですね。アーケーちゃんが一人で酔っ払ってたという話がありますけど。安倍さんも結構でしょう。まあそれはいいんですけど、今ですねユン・ソンニョルさんが言ってますけど、ユン・ソンニョルさん酒飲みですからね。今のバイデン様でも少し飲む印象がありますけどね。まあそれはええわ。とりあえずこうニクソンさん、私の最初のアメリカ大統領、私が知ってる最初のアメリカ大統領ですけど、核のボタンを押しかけたって、押してたらどうなってんやんって話ですね。で北朝鮮に核攻撃を命じたって、やってたらどうなってんやと思うんですよね、ほんまにね。こんな大統領いたんですね、ほんまに。日本に対する核攻撃の命令はなかったんでしょうから、北朝鮮なのかな、一発二発落としちゃったら面白かった。小さいやつをね、実際あの時はキム・イルソンですから、キム・イルソンのいる宮殿あたりにドカンと落としてですね、まあちょっと周辺の方には申し訳ないんですけど、それで歴史は変わったかもしれんのにと思いますね。非常にこう興味深い話でございます。これはですね、JB プレスのですね、4月25日、クリスタ・ナオヤさんという方ですね。これなんかどっかの本の一部らしいですね。本校は政治家の主癖、主癖いいんかな、酒癖、
政治家の酒癖、世界を動かしてきた酒飲みたち、平凡写真書の一部を抜粋編集したものですということらしいです。1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。